レターインサイトによると、日本政策投資銀行が銀行預金ベースのステーブルコイン投機化を発行すると発表した。日本で銀行預金ベースのステーブルコインが発行されるのは今回が初めてだ。北国銀行の口座を発行されたユーザーは既存のポイント獲得アプリである土地化アプリを通じて土地化をチャージすることができる。北国銀行は年末までに当該アプリを通じたステーブルコイン決済システムも構築する計画だ。